いかにして「私自身について言えば木に突き当たりヒースの中をよろめきながら進んだ時の緊張のほかにはどのように逃げたのか何も思い出せない周囲のあらゆるものが目に見えない火星人の恐怖をかきたてた無慈悲な熱の剣があちらこちらに振り回され 頭上のそれが今にも振り下ろされて私に襲いかかり命を奪うように思われたホーセルと交差点との間の道に出た私は道に沿って交差点の方へ走ったそしてついにこれ以上は進めなくなった激しい興奮と逃走に疲れ果て私はよろめきながら道端に倒れ込んだそこはガス工場の脇の運河に架か,かる橋の近くだった 私は倒れしばしそこに横たわった起き上がるまでにしばらく時間がかかった体を起こして私は妙に困惑したおそらくしばらくの間だがどうやってここに来たのかよくわからなくなったのだまるで服を脱ぎ捨てるように恐怖は消えていた帽子はなくなりカラーは留め具をとはじけ飛んでいた ほんの数分前まで目の前にあるのは三つの現実だけだった。夜と宇宙と自然の広大さ。自らの弱さと苦痛。そして近づきつつある死だ。まるで何かが反転したかのように今は突然感じ方が変わっていた。それとわかる変化があって、ある状態から別の状態へ変わったわけではない。私は瞬時に日常の自分、 礼儀にかなった一般市民であることを取り戻したのだ静かな共有地逃避の衝動燃え上がる炎といったものはまるで夢の中の出来事のようだった私は自分に問いかけたあれは本当にあったことだったのかどうにも信じることができなかった私は起き上がると橋へ向かう坂をよろけるように歩いていった 頭の中は真っっ白だった。筋肉と神経はその力を使い果たしてしまったかのようだったおそらく酔っ払いのようによろめいていたと思う顔を上げて橋のアーチの方に向けるとかごを運ぶ一人の労働者の姿が見えた彼の脇には小さな少年がついて走っている夜の挨拶をしながら彼が私の横を通り過ぎた 彼に話しかけようかと思ったがそうはしなかった。かろうじで聞き取れるつぶやきで挨拶に答えると私は橋を渡っていった。メイベリーの橋の上を列車が進んでいく。うねるような激しい騒音。煙突からの煙。長く伸びる明るい窓の列が南へと飛ぶように走り去った。ガタガタ、ガタン、カタン、そして消える。 オリエンタルテラスと呼ばれている立ち並ぶ小切れいで小さな切妻屋根の家の一つの戸口で何人かの人々が話をしていた実に現実的でよく見知った光景だったそれに引き換えて私の背後にあるものはなんと信じがたいことか私は自分に言い聞かせたあんなものは存在するはずがない おそらく私は普段と異なる心理状態に置かれていた自分の体験がどれほど異常なのかはわからないその時には自分が自分自身からまた周囲の世界から切り離されたようなひどく奇妙な気分に私は苦しんでいたすべてをどこか外側から眺めているように思えたのだどこか想像もつかないほど遠く離れた場所時空の外 緊張やあの惨劇とは無縁な場所からだその夜私に起きたこうした気分は極めて強いものだったまるで夢の一つに迷い込んだかのようだった苦しみの原因はこの平穏と2マイルも離れていないあの場を飛び交った速やかな死とのあまりに大きな違いだったガス工場からは仕事のざわめきが聞こえ電灯が明るく輝いていた 私は戸口に立つ人たちの前で立ち止まった。「共有地から何かの知らせはありましたか?」私は聞いた。戸口のところにいたのは2人の男性と1人の女性だった。「何だって?」男の1人が振り向きながら言った。「共有地から何か知らせはありましたか?」私は聞いた。あんたあそこにいたのか男たちが言った。 みんなあそこのことに夢中みたいね。戸口の向こうから女が言った。一体どんな具合火星人について聞いたことがありますか私は言った。火星の生き物について。たっぷりね。戸口の向こうから女が言う。もうたくさん。言うと三人全員が笑った。馬鹿にされたように感じて頭に血が上った。 しかし自分が見たものについて話そうとしてそれができないことに私は気がついた。口ごもる私を彼らはまた笑った。これからもっと耳にするようになりますよ。私は言って我が家への道を進んだ。戸口で私を見た妻は驚いた。あまりに私がやつれていたからだ。ダイニングへ行き座って少しワインを飲むと 間もなく私は自分を取り戻し自分が目にしたものについて妻に話して聞かせたすでに用意され冷えてしまった夕食をテーブルの上に放置したまま私は話し続けた一つ気がついたことがある私は自分を襲った恐怖をなだめるように言った今まで見たことがあるはって歩くものの中でやつらは一番ノロマだった あの穴の中にとどまって近づいてくる人間を殺しはするだろうかそこから出ることはできないしかしなんて気色の悪い奴らだろうもうやめてあなた眉を潜め手を私に置いて妻は言ったかわいそうなおぐるび私は言った死んであそこに倒れたままになっているんだ少なくとも妻は私の体験を信じがたいとは思わなかったようだ 彼女の顔が真っ青になっているのを見て私は途中で口を閉じた「きっとここにも来る」彼女は何度も繰り返したワインを飲むように彼女に勧めながら私は彼女を安心させようとした「やつらは大して動けやしないんだ」私は言った火星人が地球で暮らすことが不可能であるというオグルビーが教えてくれた話をそのまま繰り返して 私は彼女と自分自分身を落ち着かせようとと努めた。とりわけ私が強調したのは重力による困難だ。地球表面では火星表面よりも重力が3倍大きくなるしたがって火星人は火星にいる時の3倍の体重になるにもかかわらず筋力は変わらないのだ自身の肉体が自身にとっての鉛の重りへと変わるこれが広く知られた意見だった。 例えばザ・タイムズ紙もデイリー・テレグラフ紙も翌朝の朝刊で同じことを主張していたそしてちょうど私がそうであったように両子とも2つの明らかな考慮すべき影響を見落としていたのだよく知られているように地球の大気は火星のそれよりも酸素がずっと多くアルゴンかっここれが気に入らなければ他のものでもいいがずっと少ない。 この過剰な酸素は間違いなく火星人に対して力を与え増加した肉体の重量のかなりの部分を打ち消す。二つ目に私たちが見落としていたのは火星人の持つ高度な機械知識を持ってすれば危機において肉体的負荷を打ち消すことなど実に容易であるということだ。しかしその時にはこうした点に思い至ることはなかった。 この侵略者の強みに対して私の論理的思考能力は全く死んだままだったのだ。ワインと食事、我が家のテーブルにいるという安心、妻を安心させる必要もあり、いつの間にか私は勇気を取り戻して恐れる必要などないと思うようになっていた。奴らも馬鹿なことをしたものだ。ワイングラスをいじりながら私は言った。奴らが危険なのは 恐怖で混乱しているからだ。間違いない。多分生き物など、特に知性を持った生き物など、絶対にいないと思っていたんだろう。穴に炸裂弾を打ち込めばこと足りる。私は続けた。最悪の場合は、それでやつらは全滅だ。あの出来事による極度の興奮で、私の知覚は過敏になっていた。 夕食のテーブルを今でも鮮明に思い出すことができるピンク色のランプシェードの下で私に向けられた愛しい我が妻の可愛らしく不安げな顔白いテーブルクロスの上の銀食器やグラスといった食事の道具当時は哲学作家でさえたくさんのささやかな贅沢品を持っていたのだグラスの中の深い赤紫色のワイン そううしたもののが写真のようにはっきりと思い出せる。最後に私は座ってタバコで興奮をなだめながらオグルビーの無視力さを嘆き火星人の禁止眼的臆病さを非難したモーリシャスの多くの堂々も自分の巣の中で同じように横行な態度をとり動物の肉に飢えた船いっぱいの無慈悲な船乗りの到来について議論していたことだろう。 明日にはツッツキ殺してやるよ君私には知る由もなかったがそれはその後長く続いた奇妙な恐ろしい日々の中で私が食べた最後のまともな夕食だった。